チームとしては、課題としているセットプレーでまた、今回も失点してしまって、まあ、それもなんかすごくいいボールが来てドンピシャでやられたっていう形じゃなくて、もう自分たちがプレゼントしてしまった感じの得点だったと思うし、まあ、2失点目も、まあ、あんな位置からのクロスなんで1枚目が弾けたら良かったと思うし、まあ、2点目も、まあ、監督も言ってたんですけどプレゼントしてしまったかなっていう点があったので、まあ、あとはチームとして1点も取れなかったことは反省点ですし、まあ、個人としても、まあ、右サイドハーフでの出場でしたけども、まあ、もっとゴールに、迫るプレーっていうのが来たかったですし、まあ、それは、まあ、イブ君とかチラコがいたからロングボールそこに頼ってしまったっていう部分もあったので、まあ、その辺は徹底してやってます。いや、試合の気持ちの変化はないですけど、その、まあ、1点取ったことにより、まあ、少しリラックスして試合に入れるようになったかなっていうのはあります。間違いなくプラスに与えてる。まあ、レギュレーション的に次マイナスに打ちかかってば、うちは1位通過できるわけですし、まあ、逆に負けで、僕たちが負けて、広島が勝ったら、僕たちは敗退する形になってしまうと思うので、まあ、もちろん勝ち狙いに行きますし、相手も負けたら2位っていうことなんで必死に来ると思うんで、まあ、そういうギリギリの戦いって面白い試合になると思うし、お互いが 100% の力を出し合ってやると思うので必ず勝ちたいと思いますし、まあ、リーグ戦での機会よりルヴァンでの機会の方が僕は多いので、やっぱルヴァンでまた点を取ってアピールしてリーグ戦でも先発を使ってもらえるようにアピールしていきたいと思います。いやもう本当に、ボールを持ったら縦に速くて、まあ、ワイドが速いんで、嫌な形でボールを奪われると一気にゴール前まで行かれる相手なんで、まあ、ボールの失い方っていうのは気をつけないといけないですし、最後やりきるっていうところをゴールに向かってシュートで終わるとか、クロス上げきるっていうのは大事になってくると思うんで、そこの精度をあとは合わせて複数得点取れるようにやっていきたいです。まあそうですね、まあ、点取れれば取れるだけいいと思いますし、まあ、でも1点、今チームの現状的にも複数得点はチームで取れてないので、チームで複数得点という意味でやっぱチームの処理が大事なので、チームとして8年か9年突破できてないっていうのを聞いたんで、まあ、そういう意味でも大きいと思いますし、今チームの状況的にもリーグ戦は7試合勝ってないんで勢いをつけて、そのルヴァンで試合出たやつがリーグ戦で活躍してっていう風になれば、まあ、今先発で出てる人たちもよりやらないといけないという状況になると思うので、チームの底上げをする上でも、まあ、個人の、コンディションを上げるという意味でも必死にやっていかないといけないと思うので、まあ、それがこのマリノスに勝てばリーグ突破、トーナメント行けるっていう最高のシチュエーションも整っているので、そういう意味では本当にチームにいい影響しか及ぼさないと思うので、リーグ、突破するということを見てください。リーグ戦では、7試合勝っていないという、まあ、不甲斐ない状態なんですけども、まあ、ルヴァンカップというのは次勝てば、1位通過できるということで、まあ、ルヴァンカップ1トーナメント進出というのができればチームとしても、またいい波に乗れると思うので、まあ、サポーターの皆様には我慢させてしまっている部分もたくさんあるんですけど、まあ、僕たち必ず次勝っていい結果を残すようにしたいと思うので、また、皆さんで一緒に戦ってください。お願いします。